はいどうもこんにちは、こんばんは、クロックマンかっけーなと思う人はご評価どうもズルフィーです。ということで今回なんですけど、今回はですねスキビリトイレのマルチバースを見ていきたいと思います。今回見ていくのはドムさんのマルチバースです。はい、まあドムさんのやつって言ったら、まあクロックマンとかあとはドリルマンのねやつですね。はい、まあ今回はドムさんのねスキビリトイレの最新話が出たということで、まあ早速少しね前の回から見ていこうかなと思います。さあそれでは早速ね見ていきましょう。ということでまずは13話ですね。はい、13話は衝撃的なことがね最後に起こる回です。はい、いやこの回ぐらいが、ね、この回結構好きなんだよね。割と僕割と好きよこの回。衝撃的な回が結構好きだからね。この回マジで衝撃的な回だったから本当に良かったですね。ということでさあ今地下にいますけど、さあ穴を掘って地上に上がりますとどうなっているのか。さあ荒れている、大乱闘中だ。さあ視点のカメラマン走りますよ。はい、この視点のカメラマンはどんどん走りが殴られてしまう。やばい、蹴られる、殺されるってところで来るのが、はい、助けてくれるカメラマンでもやられちゃうっていうね。はい、もう割と覚えてきたな。僕このマルチバースも結構覚えてきましたよ。さあ撃たれますね。さあただここに入っていってギリギリ避けると、さあタイタンクロックマンじゃなくてドリルマンが来たおかげでね、なんとかあのミニガン持ってたスキビリトイレはいなくなったんで、スキビリトイレラボラトリー、スキビリトイレ研究所を目指しましょうよと。さあただ横から車、もうこいつはスキビリトイレじゃない、もうただの人だ、もう車運転してたら。さあただやばい、あそこにあるのはまずいぞ、爆弾だ。さあ大丈夫か、はい、危ないと。前のやつ転ばなくてもよかったって、お前今カメラマン転んだやつ一匹だけど。さあそして研究所までね、スキビリトイレラボラトリーまでダッシュしていこうぜと。はい、ダダダッシュ、いけ。さあ目の前にスキビリトイレいるけど、はいドーンとね、はい行っちゃいますよと。さあ前からね、危なそうなねスキビリトイレ来ましたけど、しっかりとね、はい凍らせていく。このブラックカメラ、ブラックカメラマンこれ今の、ちょっと待って、これね、僕ブラックカメラマンって言ってたけど、今のブラックカメラマンじゃなくない？あれ気のせい？ちょっと待って、まあ、分かりませんけど、とりあえず着いたんでいいでしょ。はい、スキビリトイレファクトリー着きました。ラボラトリーだ、ラボラトリー着きました。さあここね、はい研究が何か行われてるんですね、ここ。さあただ後ろからスキビリトイレがやってきてしまった、これはまずいってところに来るのがこいつです。白いクロックマンと謎のテレビマンと、はい助けてくれてありがとうってところで、なんとねこのスピーカーマンがなんとねスキビリトイレのね、まあ謎の研究のね成果を見てしまって、はいこのね、まあクロックマンがね殺していくと、視点のカメラマン、そしてね、はい燃やすとテレビ。いやーここマジで闇深いよな、もうソーリーって書いてあるのも、いやーなんか闇深いな。いやーここマジ楽しみなんだよね、これがこの展開、この白いクロックマンのほんと行方とかがほんと気になる。まあ次行きましょう。さあということで続いては14話でございますよ。ということで、はいかわいそうなねスキビトイレです。はい痛めつけられております。もカメラマンめっちゃ殴ってね、デコピンもされて、あーやばい、もう多分骨折れてる、多分顎とかの、あーなんか優しいカメラマンが一人いてね、はい、はい、なんと見てください、トラップだったんですね。ここにまあクロックマンたち来たんですけど、クロックマンとカメラマンたちここに来たんですけどね、なんとトラップだったらしいですね。はいタイタンスピーカーマンまで、来てしまったんですけど、ここは実はトラップだったと。ということでやばいやつが来て、あやばいやつがここに来るんですよ、このスキビリトイレ。ミサイル、いや結構強いんだよねこいつ、ほらバカ強くない、スピーカータイタンスピーカーマンをちょっとなんかねダウンさせるさ、音出せるってやばいでしょ。さあここでねタイタンカメラマンが登場します。さあそしてボコしていくが、ただやばいレンズが外されてしまった。さあそして乗っ取られそうだったが、それはね、なんとか救っていくと。さあなんか中からなんか抜きましたね、はいぶん殴る。さあ覚醒した、赤くなった、ぶん殴る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 、やりすぎじゃない、なんかちょっとかわいそうだぞ、やっていこう、やっていく、やっていく。はいさすがタイタンカメラマンですよ。ということで、はいまあ実はねこの前ぐらいの回、前の前ぐらいの回でね、タイタンスピーカーマンとカメラマンなんか謎の喧嘩してたんですけど、はい仲直りとね、お互いね、はい助け合って仲直りしていって、下からタイタンドリルマンがはい、行きますよと。さあ、この後、タイタンドリルマンがやばいことになります。なんかリタイアって書いて、リタイアみたいなの書いてあったね。はい、一回ね、一回ちょっと戻ろうということで、はいね、ジェットパックは使えないね、タイタンスピーカーマンをタイタンカメラマンが持って行ってあげると。
で、このネトリルマンが、お前引くぞっつってんのに首を振ると。タイタンドリルマン、お前何をやってるんだと。さあ、一旦ね、はい、引きます。はい、みんなちゃんと乗って。はい、乗って乗って。はい、おーっと、置いてかれたー視線のカメラマン、置いてかれたーもうね、人数確認せずに行っちゃいますからね、ほんとに。さあ、そしてタイタンドリルマンの、戦闘が始まります。目の前にね、やばいやついますよ。さあ、こいつはどう倒すか、このビームで倒そうと思ったが、強すぎる盾がある。よくあの盾守れるよな。はい、ただ盾がね、あっても落としちまえばもうどうでもいいと。はい、雪崩とか落として起こしていこう。さあ、ただですね、やばいやつがここから登場します。はい、こいつです。まずこのスピーカートイレですよ。さあ、こいつのことは倒せるのか、どうなんだ。さあ、はい、合流しすぎる。もう首抜けてるよ。はい、ちょっとグロいよ。ナメクジみたいだと思っていた。なんとタイタンじゃなくてサイエンティストスキビリトイルがこのタイタンクロックマンのね、まあ、時間を止める機械をコピーしていて、腕をね、なんと止めてしまって、その横からマグマスキビリトイルが来ますよと。もう動けない、このタイタンクロックマン、どうする。さあ、なぜか頭が取れるんです、これ。さあ、なんと頭が取れるんです、これ。どうなっているんですか、これ。いや、まだね、あの最新話とかでもこの謎が解き明かされてなくて、僕もほんとこれも結構気になるんだよ。謎が結構増えてくんだよね、このドムさんのスキビリトイレ。ほんとに謎が多すぎる。いや、マジこの謎が解けた時もうすごい僕多分ね騒いでると思う。ほんとに楽しみ。このタイタンクロックマンも正直これ謎だしさ、あとは白いクロックマンとか、はい、そしてね、まあ、タイタンドリルマンがね、ミサイル撃ってなんとか場をね、なんとかしましたよと。さあ、それでは15話ですね。まあ、15話はちょっと僕まだこれ見んのね、2回目だから、あんまりちょっと詳しくないというか、そんなすごい覚えてるわけではないんですけど、これもまあ最後にヤバい展開がね、待ち受けてますよと。このでかいドリルマン強いよね、ラージドリルマンか。このラージドリルマン強いよな。回れんの強いわ。さあ、カメラマンに刺さってたね、剣を抜いて槍か、槍を抜いて爆発させていく。そして車を持ち上げ、怪力すぎんか、こいつ。もうゾンビじゃん、怖い。このスキビトイレさ、よかった、ゾンビで危なかった、危なかった。さあ、そしてね、一旦ね、はい、自分たちのね、陣地へと戻っていこうよと。はい、流していく。やばいよ、やばいよ。さあ、これは危ない、危ない、危ない、やば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 い、海に落とされるってところで急いで登ってジャンプでギリギリね、はい、なんとか橋につかめましたよと。さあ、いやー、ドリルマンだと思ったら、なんとこれはスキビリトイレだった。ただ弱い、ただそんな強くない、うん、そんな強くなかった。もう一瞬で流れましたねと。さあ、飛んでね、スキビリトイレが来ましたけど、これをテレビウーマンがなんとかしていくと。さあ、なんかすごい顔してるか、ほら、テレビマンいるな。あいつあれじゃない、白いスキビリトイレの横、あ、白いさ、カメラマンのさ、横にいたやつじゃない、わかんないけど。え、そうだよね、あのテレビは変な顔してたやつっぽくない。あ、さあ、やってまいりました、こいつですよ。このやばい激ヤバ展開、この激ヤバ謎展開、これも謎なんだよね。え、これもマジでよくわかんないんだよ。さあ、見てください、謎のやつらがやってまいりましたよ。みんな震えてやがる、みんなめちゃめちゃ震えてやがる。はい、見てください、これ、こいつ何なんだろうね、謎すぎない。さあ、そして顔がめちゃめちゃ回ると。さあ、そしてなんかとてつもない攻撃をして、やばいよ、もうこのカメラマンまで食らっちゃってるよ、この視点の、もう視点がやばい。さあ、あいつのおかげでなんと周りにいたスキビリトイレの動きが全部止まりましたね。はい、もうみんな謎な、何が起こってんのみたいなね、感じですよね。さあ、ということで、続いていきましょう。次、最終話ですよ。さあ、ということで、なんか暗いですね。不気味、なんか怖くない、大丈夫、なんか、ちょっと怖いんだけど、大丈夫。うわ、なんか怖い、なんだ、なんだ、怖い、ちょっと待って、これやばい。あー、待って、なんか怖いぞ、やだ、ちょっと本当に怖いのだけはやだ、本当にやだ。もうマジで怖いのだけはできない。もうやだやだやだ、いや、転ぶな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 、やばいの来るって、大丈夫、やばい、あっ、やばい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 、怖すぎる、なんか怖いんだけど、見えないって、うわぁ、こわっ、うわ怖すぎるって、どれ、うわぁ、ウーマン来た、え、ドリルウーマン来たって、うわ、マジで怖かった。ああ、もうでもこいつが来れば、さすがに大丈夫だろう。ああ、怖かった。マジで怖かった。本当に怖かった。マジで怖いって。
待って、マジ本当に怖いのだけはダメなんですよ。さあ目を刺していくが、あ、いや目刺せばさすがに暴れるね。いやありがとうドリルーマン、本当にお前二度と出てくんな本当に。ちょドムさんも怖いのだけはやめて。うん、もう怖いのはもうスキビリ当時ないから。いやーよかったよかった、ナイス、助かった。あーグッドすぎる、ハート、あーもうラブチラブチ、キュンだわキュン。あーなんだなんだなんだ、え、何何はその赤い光。おお、なんかすごいレーザー光線、赤いの、青いのは本気で見たことあるけど、なんか赤いの初めてだ。なんだその、え、強っ、めちゃ強いやん。何何お前、何何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 誰何誰え何何何誰誰誰、え、うん、死んだわ。余計めっちゃ綺麗、何今のなんか変なミー、絶対ミームでしょ、なんか海外のあんま詳しくないけど。え、なんだあいつ、うわー、え、なんだこれ、ちょよくわかん、マジ意味わかんない、マジでさ、こいつ怖すぎる。うん、こいつ怖すぎるし、ドリルウーマン登場するし、なんかヤバすぎる武器も出てくるわ。あとは、なんか よくわかんないね、人いるわーっていう、こいつよ、こいつ。でも絶対これ海外のミームだよね、これね。いやーちょっと、今回は、いろんな意味で面白かったね。ちょっと、いろんな意味で、本当に、いろんな意味で面白かった。いやーまあでもな、今回は久々にそんな謎が生まれなかった回だよね。なんか、キャラが登場したみたいな、結構そういう回で。まあ僕的には本当に今一番気になってんのが、あの白いクロックマンよ。あの白いクロックマンが何をしてんのかとか、そういうのがマジ気になるんでね、ちょっとそろそろその話進んでいかないかなと思うんですけど、まあね、今回のも面白かったんで、またね、次回も、気になるんでね、また出たら見ていこうかなと思います。ということで皆さんね、今後も、スキビトリオの動画いっぱいね、もうもちろん本気のやつも出しますし、マルチバースも出すし、変なスキビトリオも出すんでね、もう皆さんぜひね、僕と一緒にね、スキビトリオ見てくれるよとしたらチャンネル登録して、通知をね、オンにしててください。そしてもちろんね、概要欄にドムさんのね、チャンネルも貼ってあるので、スキビトリオのね、マルチバースいち早く見たいよとしたらね、ぜひ概要欄からドムさんのチャンネルにね、登録しておいてください。ということで今回はね、こんな感じで終わります。バイバイ。